これ先ほどの網です。この上がみかん畑になっているのはこういうことなんですよね。でですね、これは田んぼなってるんですけども、私この向こうの隅までみんな見てきました。これ台風とかで倒れてんちゃいますよ。これ倒れてんのは全部これイノシシです。イノシシが中に入ってぬたくったんですって。でこうなるとですね、まだ残ってますよ、ここにね、残ってるんだけども、この残ってるやつなんかを刈り取ってもイノシシの匂いついても腐って食べられへんでというような話をしてはりましたね。でどないしたらええねやって言うたら、これを四角をね、一回り二回り小さしてですよ、この列をギリギリこんな道路の際までやったらあかんと。一株ないし二株はもう植えずにですよ。でここへですね、二株目のこの辺に先ほど言うたみたいに網をこう L 字型にこう引くわけですね。ならこの L 字型になってますから、ここを歩いてきたイノシシはこうひずめが網の中絡みますから、もう嫌がってこの中へ入らへんでしょと。ほんなら2株ぐらい分は外縁ですね、こう減りますけども、残りのこの中心部全部残るやないかという話なんですよ。でこっち側は畑なのでビニールハウスがあってね、で畑も守ってはりますわ。でこれどうなってんのかなと思ったら、これ引っ張っても硬いので行きません。ちゃんと祝いつけられててね、これでもこれアルミですからね、これもやろうと思ったらグイ突っ込んでやれんことはないんじゃないかなと。イノシシは賢いんでね、だからやれんことはないんじゃないかなとは思います。でこの農家のところでここへこんだけイノシシ出てくるわけですよ。ですぐそば家あるでしょ。でこっち側にもすぐそばにお家があるわけですよ。ほんならもちろんこの辺の方々はこうイノシシ見てますよねということなんです。でここで食べてるから、食べてその向こうのね、あの林とかへ逃げて帰るんやったら、そらまだねええことはないですけど、農作物の被害だけで済むんですけども、人を今度襲ってくる可能性があるでということで、そういう懸念があるので、殿の議員に見てもらってですよ。で役所の方でなんとかこれ手を打つようにね、早急にやらんと人が怪我した時どうにもならんでという話です。